空気を読めるロボットが実現。 AI 研究の最先端。その研究をしているのは先進工学部情報メディア工学科、呉本孝教授。早速研究内容を教えてください。はい、主にニューラルネットワークという技術を使って、ロボットの開発に力を入れています。これはニューラルネットワークの一種類です。この中で、丸い円は全部私たちの脳細胞、神経細胞の数学のモデルを表現しています。このように人間の脳の細胞の活動の様子を数学で表現することによって、人間の脳の高次機能、記憶、学習、推論、これをコンピューターで実現しようとしています。具体的にどんなことをロボットができるようになるの？はい、これまでの感情認識は、表情認識にとどまっているんです。例えばこのように表情ですね、人間の顔としては驚き、恐怖、嫌悪、喜び、悲しみ、おごり。今私たちやってるのは、背景から見て複雑な感情、あるいは顔は映らなくても感情を推定することを今研究してます。この研究が実用化されたら私たちにどのような影響を与えるの？これからのロボットは多分私たちの日常生活に入ってくると思われます。例えば家事ロボット、あるいは介護ロボット、そういうロボットは、人間の感情わからないと効率的にうまく働けないんじゃないかと思われます。人間と一緒に暮らすという感じで、そのロボットが、社会の一人として働いてもらいますというような未来社会あります。呉本教授、この研究は SDGs にどのように関わっているの？はい、人工知能技術はスマート社会を作り出し、持続的発展できる未来の社会像にふさわしい技術と産業になると思います。特に SDGs の9番、産業と技術革新の基盤を作ることに対して、効率化、技術的な革新というものに AI が役立つことに間違いないと思われます。